あ、誰か運転してる？あ、主さんがいた。地味な嫌がらせ。びっくりしたよ。下笑って。いや、ふかふかじゃないですか。ああ、なるほどね。確かに。お、何この段差。ふかふか。何、なんでちょっとした段差あんの、ここ。これルーフにしてんすよ、縁は。ああ、なるほど。最高じゃないですか、ふかふかで。ふかふか。お前もう何より先に滑ってんだよ。いやいや、ハイジの世界。最高ですよ、ハイジの世界だ。魔女の宅急便の最初のあの中、電車の中のあのふかふかさを思い起こさせる。最初の電車のふかふか、あの中に羊がいて舐められるやつ。魔女の宅急便のトラック、あの電車の中に落ちて、星草がめっちゃあって、あー、その星草の中でふかふかする、はい、はい、やっと伝わった。うわ、覚えてないわ。レックスなんでこんなレベル低いんだ。レクチャネや、プテラ。プテラレベル上がんないっすよ。どんな時も。プテラ、いや、だって、でも最初はレベル4とかだったんでしょ。それなんかね、みんながクラフトすればね、上がってくんだけどね。この子、スピード全振りでいいの？いや、スタミナと、スピードなんかやりすぎたら、ちょっと運転しづらいんですよね。ほんと、めっちゃ上げちゃった、今。オーマイガー。じゃあ、ヘルスとスタミナ振っていく？あとスタミナと、あとウェイトが、いや、いらないんじゃない？いや、プテラのウェイトはいらないよ、そんな上がんないから。いや、これちょっと上げたんすけど、408あれいいんじゃない。でも自分が物持ってるとこいつ動かなくなるんですよ、400ぐらいだと。いや、だからプテラは物持ち用じゃないから、それはこう思想調でやらせないと。自分の体重ぐらいで結構いい感じ。うん、だからプテラはもう本当にね、あの移動用にした方がいい。だからもうスピード上げた方がいい、スピード。俺もプテラテームしようかな、スピード全振りだ。スピードプテル、100レベルぐらいのプテラ捕まえてスピード全振りしようかな。多分超速いと思うぜ。マップの読み込みが先か、プテラのスピードが先かぐらいの。レックスとマンモス見てる？もう見てね。知らないぞ。クラフト中でいけねえっす。今行きます。甘えてんじゃねえ。プテラー、ゴープテラ。疲れた。ほら、もう俺ちょっと材料持ってたら俺走った方が早いや、俺。クソプテラめ。あ、落とすんじゃねえ。いって半分けど。お前が落とすんじゃねえって自分で落ちたんじゃないの。お前がマンモ、マンモスコ。その子、女の子？わかんない。マンモスコめ。バンガ太郎の嫁かな。知らねえ、そんなのね。バンガ太郎。バンガ太郎、懐かしい。バンガ太郎、面白いですよね。面白い。うわ、心臓がチクチクかい。心臓に毛が生えてんだよっていう場面覚えてる。あれ、あと生きてたか悪いが、いや、もう個人的にはもうインパクトありすぎましたね。夏美、生きとったんか悪い。めっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってるね。びっくり、びっくりクリケット。自分で笑ってる。自分で笑っちゃったよ。お前が。自分で笑っちゃった。うーん、やるかした。でもやっぱゴリミだな。落ち着くところは、うん、結局な。やっぱ俺もファー装備にしたから、なんかゴリミと合ってんじゃねえ、これ。毛に埋もれとる。どう、ちょっとゴリミにこれ被らしてみようかな。可愛くなるかな。あー、微妙。やめとこう。微妙だって、こう
っちの方がいいわ。手つかめ。ああ、こいつもウェイト500か、これで。ちょっと、高さん、これ乗ってみてよ。はい。こいつ、ちょっと俺、スピードぶりしてるからさ、今。行きますよ。早い、でも。早い。超速い。もうほら、読み込みが追いついてないっぽいもんだって。でも、これ、いいんじゃないですか、なんか。ジャンプもなんか結構飛ぶんですよね。あ、ほんとだ。でもこれで外れると。ほんとだ、ジャンプもあんだ、こいつ。あ、なんか一応なんか、あの、座長みたいな感じらしいですよ、収束的に。ああ、なるほどね。めっちゃジャンプする。なるほど。めっちゃ速い、でも。ほら。あなるほどね。操作性悪いし、ぶつかったら落ちちゃうっていうのは欠点だな。めっちゃジャンプする。めっちゃジャンプする。なるほど、でもこれは速いわ。確かに。なんであいつあんな浮いてんだ、パイセン。すげえところに浮いてんな、ほんとに。え、この上にいない？え、この上にいない、パイセン。この上、俺だけ見えてんの、これ。え、見えてない。ああ、ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ。いるでしょ。ほんとだ、いる。なんか、ゆらゆらしてる。あ、違うか、ブロントが動いてるから、ゆらゆらしてる。そうどうも。お、こんにちは。これ絶対火事になるよね。藁の上でね。うん。え、じゃあここベンチ置けばみんなこう座って移動行けんじゃね。そうゆっくりゆっくり観光ツアーとか行けんじゃん。うん、観光ツアー行きましょうよ。行きましょうよ。ね。あと、もうちょっと建築屋さんでこれでいっぱいなんですよ。あ、そうなの？建築数増やしとくわ。うん、お願いします。はーい。どれぐらい建築数？1万ぐらい？65万ぐらいいりますね。はい。ずっと上に伸ばしていくんで。はーい。サーバー壊すけど、あいつ。ずっと上に。え、でもこんだけしか置けないの？そんなことある？こんだけしか置けない。マジで？松明も含めてだから。マジで？あと1個置ける。でも1個だとどこもバランス悪いんで。え、ここにあれつければじゃあ、あのスロープ。あ、ここには置かないの？この運転してるところに。あ、そこで湧くからさ、どうしようかと思って。本当はそこを壁にしてドアつけたいぐらいに したいんだよ、運転席。でめっちゃ運転しづらくない？建物邪魔で。あー、すげえ羽出しかっけえ。二重の塔みたいになってる。あとは色塗ってたな。何色にしようかな。緑黒。何なのこの建物。この 建造物。これさ、移動用材です。ベンチとか置いた方がいいんじゃないの？したら、だから建築数を増やして、椅子とか置いて、なんかもうここにね、こうやってね、ベンチこうやって並べていけばさ、作戦本部じゃないですか。そうじゃあバスで、バス、ブロントバス。猫バスに匹敵するぞ、その可愛さは。多分硬い、強い、遅い。ゆっくり景色を楽しむためのバス、ね、海沿いとかこれで歩きながらさ、うん、ゴリミなんか乗っけてさ。あ、いいね、やるよ。バスガイドやるよ。うお左に見えますのが、うお三葉虫でございます、うおっつって。うぜえ。ちょっとすいません、ベリー食べますで、うおっつって。あ、ファイバー見来たっつって降りてくるでしょ。ダダダダダって言って。すぐ寒いしかない。よし、いや、何色にしようかな。ネズミ色とかにすっかな。ネズミ色、要塞行ったらやっぱネズミ色じゃないっす。そうなの。早えな、ガリ、ほんとに。めっちゃ効いてる。すげえ。めっちゃ早え。
俺も乗せてくださいよ。ガリ乗ってくださいよ。後ろの席に。いつでも乗ってくださいよ、私が乗ってるとき。乗りますか？ゴリミはいいです。貴様ら、ほんと、とことんゴリミは邪険にしよってからに。ゴリミは日陰に入れとかないと。紫外線も気になるからな。やはり、お肌のお手入れは。よし。あ、マンモス来た。サドルついてんの？ついてる。カルノのサドルあるんだよな。あんの？ある、もう武士で拾ったやつがあんだけど。あ、そういうことね。さっさとしてしまいたいなっていう。その辺にいいんじゃない、カルノ。すげえ牙だな。うん、なんかトゲトゲ生えてますね。え、そのこれ木取ってみた？取ってみた。結構取れた。あんまりかな、命令があんまりないからまだ。あ、そういうこと。これでも一撃で100、200近く取ってくるかな。うん、でもマンモス以外に小回り効くんだよね。効く。そう、結構使いやすいんだよね、この子。小回り効いてくるから、木ガンガン取ってれば多分上がっていくと思うよ、レベル。うん、うまいく。俺乗り回していけば。わあ、お前がレベル上げときますよ。いや、いいっすよ、乗っても。よいしょ。あ、でも一撃で132とか出んじゃん。まあ斧で取るよりはウェイトが足りんな。うん、そう。この子何レベルだったの、もともと？44。全然上がんねえレベル。敵倒すのが一番いいんだよな。テラーちゃん、誰か乗ってる？乗ってないよ。あれ、テラーちゃん？え、屋根の上にいいんじゃねえの？いない。いるよ。ペニックスってやつじゃないの？あ、家の中にいるし。え？家の中にいる。屋根にいるよ。いや、下にいるよ。ペニックス。え？え？パルトは見えてるけど。あ、乗れねえ。やべえ、これハマってね。いや、違う。屋根にいるから。ここにいいんだけどね。いや、そこにいない。屋根にいる。嘘、ちょっと下下ろしてよ、したら乗って。俺、屋根にいねえんだけど。あ、いるって。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ここにいるわけない。偽宅。お、屋根行った。すげえ。降りろよ。え？そのピンクお化け降りろよ。で、掴もうとしてるぞ、あいつ。あ、ごはい、置いときましたよ。うひゅーガリ乗っていってた。ガリ、はえ、マジで。俺もガリ欲しいな。ガリ、捕まんと思うぜ。多分俺、多分その子捕まんと思うぜ。いや、でもなんかちょっとしたなんか遊びで、なんかそう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 、そう遊び要素だ。みんなで行ってなんかその落ちるっていうのとかも6人乗れっからね、それで6人運ぶんだぜ。それでちょっとなんか競争とかやって、青がある。一番速い恐竜はどれだ？あ、プテラもうちょっとスピードあってもいいな。そうでしょ？うん、プテラスピードないともったいないって。うん、あとスタミナちょこっととスピードに振ろう。あれ？なんでここにオオカミ入ってんの？誰入れたの？入れてないよ。は？入ってきたんじゃない、下から。は？オオカミだぜ。オオカミ？ペンギンは今連れてきましたけど。なんでオオカミいんの、ここに。何、あの刑務所？うん。入れてない。72レベル。刑務所に行ってないですよ。ついでにやっちゃえばもうそれ。マジ？
俺、テーブル上に行ってないんで。俺も行ってない。マンモス行こう。誰だ。やる？やっちゃおう。え、俺でも、オオカミは100超えがいいんですけど。お前が。おいで。ペンギンめっちゃ可愛い。マジで。可愛いでしょ。じゃあこれ見て。めっちゃ歩いてる。歩いてどっか行こうとし、出てこうとしてる。しかもさ、それさ、子供のペンギンでしょ。え、マジですか。うん、ベイビー。これ大人かな、これ。これでかいのかな。いや、ちっちゃいの、ほんとちっちゃいんだよ。あ、じゃあ、多分大人だ。よっしゃ、まあこのまま超強くなったら多分。ウェイト制に命令線まで上げたわ。よし。命令線マジで。うん。やっぱ火めっちゃ取れるって絶対。いいね。え、この狼どうすんだよ。それ狼のテイムの方法は？いや普通に眠らして肉あげんじゃねえの。いや俺狼取ってないんだテイム。やります。ゲーム場の中にいるんですか。そう。何ここ、お前、お前ここ観光名所じゃねえぞお前。ええ、います、いるよここに。あ、本当だ。あ、これ狼。そうでかいな、なんか思ったより。ほんとちっちゃいかと思った。あ、どこ行った。真下にいます。見えねえな。見えません。もうやってもいいけど、狼欲しいから。100超えがいいなと思うな。レベル高いのいるんじゃないですか。いると、まあ今後70いくとか、まあそうそう高いけどね。うん、最終100は、あ、じゃあ200は行きそうですかね。どうだ、プライムがあれば行くかもしれん。寝ないし。今後寝るんだよ。もう寝そうですか。まあ寝ると思うけどな、そろそろ。プライム取ってきますよ。あ、お願いします。狼か、すげえな。72レベル。お、アルファラプトルがいる。嘘？うん。本当に？どこ？多分ラプトルだと思うけど、これ。どこ？あ、どことも言いづれえな。あ、もうだ、遠いの？遠い。はい、うん、飛んで、あ、ラプトルだ。おかしいな。うん、場所を教えるのがきつい。え、この子肉だよね。肉だよな、絶対。狼肉だと思うけど。肉が欲しい。何が欲しい。服。服？あ、ヘビか。ヘビはやばいな。ほら、一発で木266本取れるよ。おお、わお。やばいね。それでワンダリングできるんですか。できる。やばい。取ってくれるよ。なんで急に狼のテーマやんなきゃいけないんだよ。かぁ、どっから来るんですかね。天からの贈り物かな。でもこの辺に狼って湧かないんですよ。湧かない。絶対誰か連れてきたっしょ。どうする、やるな。狼大量に連れていくけど、ポンポン入れていくけど。やろうよ。あ、じゃあ俺に今肉取ってるしいいですよ。ペンギンいるんすけど。あ、それ俺が連れてきました。ペンギンもいっぱい欲しいな。テーブしてねえじゃねえかよ。いや、すぐそこにいたんで。いや、まさかこんな近くにいると思わなくて。パッて鳥で掴んで。ほんとすぐそこの海岸のところにいたんですよ。なるほど。今まで見たことなかったのに。で、ペンギン島行けばもうペンギンめっちゃいるから。うん。ペンギンしかいない島がある。
ヘビだ、やばい。そう、それをペンギンジムと人は言った。なんてことだ。うん、まんまですね。これがデビジョン。スルバンバ東。何？鼻で笑っちゃう。しまった、しまった。しまんとが。言えばいいってことでしょ。そう。まだ島倉千代子とかの方が。いや、それもお前がだ。これ動詞は多分攻撃入んないよね、おそらく。どうなんですかね。テーム感で。つまんだりしないんですかね。しないんじゃ、だってさ、群れで攻撃同じ恐竜にしてるときさ、入ってたらさ、おかしなことになるよね。これ何レベルだろう、何レベルか分からないですけど、とりあえず1匹、はい、てか麻酔矢がねえな俺。あ、やばいやばいやばい。なになに、いや、その下に落としたタイミングで、うん、いや、プライムをあのもう1匹の方に入れようと思って。ああ、ごめん、落としちゃった俺が。そのタイミングで落としたと。もう一匹いきます。壁越しに。何レベル？レベルは低い10。ああ、殺していいや。じゃあ分かんないんだよ何レベルか。12。あ、いいですよ、適当に。もうレベル低いやつは殺しますし。うん、すげえな、誘拐してきてレベル低かった、用なしだったら殺すっていうね。なんというやつだ。アイモピキー到着。いや、こっちもこいつも12だ、レベル。マジ？はい。わ、ちょっとワニ調べる。あの A さん宅のあの水のとこにいる。見た見た見た。ワニとテーブで調べる。いや、ワニ肉だよ。肉肉。うん、ネオラシ肉。眠らしに行く。よし、うん、よしよしよし。そこで寝かしちゃうかな、もう。うん。今こっち狼で手一杯ですから。おい。ワニ、ワニよ。狼終わった。終わった？はい。あいつ殺すぐらいなんかね。いや、なんかあの狼。あ、石が。お、ペンギンテーム終わってんじゃん。かわいい歩き方。あ、76いた。お。いいですね。76連れて帰ります。はい、よいしょっと。どこ行った？俺の下ら辺にいません？ここに刺さってる。寝た。肉持ってなかった。あ、肉置いてこればよかったな。あ、いや、ケツに確か何個か入ってたと思うから大丈夫です。とりあえずはこのワニか。これ見といた方がこの辺なんかトラ来るよ。うん、来る。あ、見てるよ。うん、世界さ、あのサーベルとか護衛なんかつけといた方がいいかもよ。ああ、なるほど。うん、生身よりレックスでもサーベルでも。イエーイ、最強の護衛を、うん、サドル作ってる。置いときゃいいの、そこに乗ってって乗ってって置いときゃいいの。いや、で、なんかあった時にそれで。ただそのワニの近くでやったワニも一緒に食っちゃうからね。お前が。そういう意味ではあのサーベルの方がいいかも。レックス範囲広いからさ。あ、そうなの。うん、その辺いるもん全部噛んじゃうからさ、かぶって。ちゅうか、肉ありすぎなんすけど。ちょっと俺、レックストルムプライム取りに行こう。え、家の近くにレックスがいるんだけど、あ、乗ってんのか、びっくりした。へ。もう、遠くから見たら、トレードマークのピンクがわからなかった。このレックスに襲われたら、助かんねえぜ、絶対。絶対に助かる。
しかも倒せない。うん。え、さ、何してん？終わった。ワニ。ワニ終わった。サドルだ、サドル。それで海行ってきてみ？超気持ちいいよ。まあ、まあ、育種の方がすごいけどね。あ、ワニ操作しやすい、めっちゃ。ああ、そうね、意外に困る気かも。じゃあ、もっと、陸じゃないよ、海だよ、海。海行ってみ？すごいっしょ、海。すげえ。大丈夫、大丈夫。まずは体力に振って。あの人なんだ、あの低レベルしか低無視ねえんだ。ウェイトに振って。子供毒ね。ほんと、高レベル持ってこいよ、マジで。メリー、よし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 。ワニも鉄で掴めないんですかね。いや、掴めると思うよ。おー、ワニブチさん。来た。あ、来た。あ、これにフォロー入ってんの。やっぱそうだよね、やっぱ、メリーだよな。よし。で、トラをしまって。タメぶっ殺しに行ってくるかな。いいね、おお、すげえ。これジャンプできるじゃん、ジャンプ。すげえ、ワンワンワン、ツー。ワン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 って。狼顔の割に足短いな、前足。かわいいな。